本日、回遊するものはこれですね。映画の、5等分の早め、花嫁か、の絵合わせやね。で、全何しや全20メタリックカードが、メタリックブラカードが2025つで、まあ、ウェハースが1枚入っとって感じだね。で、ウィザーの強烈が入っとって感じだね。こういう感じで、だってこういう感じで、ビジュアルって軽くって、あと、まあ、これが進める感じだね。対象が15歳以上ね。で、パッケージには、まあ、これも、正直言って俺知らない。言葉ないし、どこないか知らないけど、何も。ね。パッケージこういう、女性キャラクターこうとったね、こういう感じで。ね。正直これもかないんからな。言葉の範囲全く知らんからな。まあ、早速、回復する準備をしますか。回復する準備ができたから、見ようか。まず1枚目やね。ゴッドオブナイメンって名前情報も知らんからな、ね。この5人が兄弟ってことも知らんからね。今知ったからな、今。まあいいか。はい、見ようか。大丈夫。誰っていうか、主人公か。確か、これだな、松岡さんやったっけ。SN のキーの声担当しそうやって音かなって間違ってたらごめんなさい、フータローって感じでね。なんかテスト勉強の回もこの話だったっけ、なんか全員バラ勉強ってやつで。こうやってね、学生のだけで緊張やるけども。最終主人公ではないんかな。上杉フータロー、ご飯、上杉謙信とても関係ないんかな。感じしかないんで、またこれなんかあるもんな。次のやつはパッケージ、メイキングパッケージに載ったのかよな。と言っても誰って感じだけど、誰って感じで分からんけどな。こんな、花沢香菜さんが声担当したやつだったよな。それもこいつがないと思うけど、誰ってか誰やね。なっこ、ちょっと分かんねえ。なんだかの逆だね。中野店か、ま、中野思いの人で関係ないか。二のか、ね、まあ、感じでね。こういう感じかね。こういう感じで。って言うても、かなんかな。まあ、会議系のキャラ店かな。映画あるかもしれないしな。ええ。感じです。なんか、これすやな。続きまして。お、これは何や何や。でも結構これって結構分かるらしいな、そういう会が好きかけだから。ね。確かに、フィッシャーの人も、これが、フィッシャーとか、この人もなんか好きって言ったな、これも。しずくんか。中野みっこ、みこでいいんかみのみこ、ごめん、わかんねえ。感じで。ね。月曜のザンズフードの好きになって、まあ、もうラブコメみたいな感じか。でね、感じしか言いません。うん、そういう感じやね。サクサク行くでね、分からんのサクサク行くわ。あ、さっきの水着の女の子の別バージョンか。水着ショートの別バージョンってか、分からんといてな。分からんからね、こういう感じで。うん、あれ元のような水着キャラの一緒か。やな、2の点かな、2な、2の、どっちでもいいよ。感じだね。これな、夜中に、なんかちょっとパツンとる感じかな。感じ、まあ、これいいかな、でも、肌は結構いいけど、こういう感じ。はい。次、あ、これパッケージになったけど、パッケージのやつだね。こういうの。あの、主人、まあ、ね、ヒロインだから全員しようみたいな感じか。じゃね。使えないけどな。で、花見商店かな、これ。じゃ、オートンかな。感じじゃね。花見商バージョンかな。かそこは、まあ、青いスターみたいな感じか。感じじゃね。はい。ラスト。あ、また違うバージョン、水着バージョンか。水着バージョンの練習号ってやつやね。よいしょ。はい。
感じでドアップに、ね、パッケージのやつやな、あったっけ、ないか感じでドアップに行くか、こういう感じ、トゥームーンとかムービーっていうかな、こういう感じやと、ね、これ全員兄弟、5つ子か、確か5つ子やったよな本物が、ただ5つ子で全部顔そっくりが髪の毛だけに描いた感じやな、感じね。メインは相性か。ダメは相性。あ、こちら海のメインかな。ざっくりし、わかんねえ。あそこでと。最後に出たやつ見ようか。まずこれね。まず上のはスー太郎。で、ポツンと、中にポツンからポツンとおるやつと。なんか、三組の感じか。で、水着バージョンで、水着全員集合。で、花嫁衣装って感じだね。この動画を最後まで、この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったらこの動画の評価とかコメントの方もよろしくお願いします。もうコメントっても多分することないと思うけど、ね、この情報わからんけど。まああとはね、この動画以外にもたくさん動画ありますんで、それもよかったら見てくださいね。まああとはね、このチャンネルの概要欄に、Twitter とか TikTok の方の方の URL がありますので、そこから入ってフォローの方お願いします。まあ最終的にはね、このチャンネルの方の、チャンネル無料というチャンネルの登録の方もお願いします。それじゃあまた次の動画で。